尾崎豊は日本のシンガーソングライター。青山学院高等部中隊。血液型 B 型、身長178センチメートル。帰還。1983年12月、シングル15の夜とアルバム17歳の地図で高校在学中にデビュー。ライブでのパフォーマンスや夢や愛、生きる意味をストレートに曲にしていた。 1992年4月、26歳にて死去し、メディアにて連日報道がされた。死後20年を過ぎてもなお尾崎は幅広く支持され、楽曲は多くのアーティストにカバーされている。ジャクソン・ブラウン、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエル、浜田翔吾、佐野元春、井上陽水、アナーキー、カイバンド、佐田正史などから強い影響を受けている。 1965年11月29日、東京都世田谷区の自衛隊中央病院にて、陸上自衛隊防衛事務官の尾崎健一と妻の、絹枝の次男として生まれる。兄弟は5歳年上の兄、尾崎康氏がいる。練馬区で育ち、練馬区立田原第二保育園から、練馬区立田原第二小学校に入学したが、1976年8月、 尾崎が小学5年生の時に埼玉県朝霞市へ転居し、朝霞市内の公立小学校へ通う。しかし、転校先の学校に馴染めず、毎朝登校するふりをして、家を出た後1時間ほどして、家に帰り、実際には登校していない日々が続くようになった。尾崎が音楽に触れるきっかけとなったのは、兄が購入して使用されていなかった。 クラシックギターを手に取り始めたことであった。あらゆるフォークソング、シンガーソングライターの曲に興味を持っていた尾崎は、特に、井上陽水が描き出す詩の世界観に強く、惹かれていた。小学校6年生になると、半年にわたり登校拒否を続けており、その間、井上陽水や佐田正史、イルカの曲をギターを弾きながら歌う日々が続いていた。小学校を卒業すると、 本人の希望で、練馬区立練馬東中学校へ越境入学。生徒会副会長、文化祭実行委員長を務めたが、出演により定額処分が下る。高校受験では、第一志望であった、慶応義塾式高等学校には、不合格だったものの、青山学院高等部に合格。さらに、陸上自衛隊少年高科学校の一次試験にも20倍の、 競争率を突破して合格した。しかし髪を短くしなくてはいけないという理由で、すでに合格していた青山学院高等部に進学することになった。高校在学中には、喫煙やオートバイでの事故などで低学、さらに高校3年生の時には渋谷で同級生らと飲酒し、同じクラスの女子生徒が一気飲みをしたことによって、急性アルコール中毒で搬送された挙句。 その直後には、大学生のグループと、パッドカーが出動するほどの乱闘騒ぎを起こし、無期限定額処分を下される。これがオーディションを受ける契機となる。後に、定額処分は解けたが、出席日数が足りず10年となり、自主退学した。高校在学時には、新聞配達と飲食店でのアルバイトをしていた。また、高校時代は、剣道部に所属していた。その後、 ジャケットを見ただけでなんとなく購入したジャクソン・ブラウンのランニングオンエンプティを聴いて衝撃を受ける。その影響で街の風景やダンスホールなどの曲が制作された。高校2年生の秋、音楽で生計を立てていくことを決意した尾崎は CBS ソニーが主催した CBS ソニーサウンドデベロップメントオーディション1982ビクター主催のオーディションにそれぞれ応募し、 CBS ソニーのオーディションに合格する。小崎は浜田翔吾の音楽が好きで、プロデューサーの須藤明も、作品の匂いに浜田との共通点を感じて、デビューアルバム、17歳の地図のレコーディングには、浜田翔吾と佐野元春のツアーバンドを半々起用した。17歳の地図は、初回プレスが2000枚ほどであり、事務所やレコード会社も、 積極的なプロモーションも行わなかったためにセールスは伸び悩んだ。その後口コミにより人気が出てサードシングル卒業の中の過激な歌詞が話題となり、セカンドアルバム回帰戦は大手音楽チャート1位を記録、尾崎の名は芝叩く間に全国へと広がっていった。特に10代の頃は社会への反抗、疑問や反支配をテーマにした歌を多く歌い、 マスメディアからは、10代の教祖などと呼ばれた。校内暴力や学生による飲酒、喫煙が横行し、偏差値教育や受験戦争の歪みが露呈していた、時代世相と相まって一部の若者の間で社会現象となる。10代最後の日にサードアルバム、壊れた扉から、を発売し、ヒット、同時期に行われていたツアーも満員となるなど人気は絶頂を迎える。 一世を風靡した尾崎は20歳になり方向性を見失い突然無期限活動休止を宣言し単身渡米する。当事曲を生み出せないことに苦悩していた尾崎は何の収穫もないままその年の末に帰国する。そんな中で所属事務所が立ち上げたレコード会社への移籍が決定、プロデューサーの須藤ら懇意にしていた音楽スタッフとも離れてしまい。 新しいアルバムの制作は何度も中断された。その後、新曲の発売がないまま1年半ぶりのライブツアーが始まるも9月に肉体的な疲労から倒れ、残りのツアーは中止となる。その年の暮れには覚醒剤取締法違反で逮捕され、精神的に低迷、バックバンド、ハート・オブ・クラクションのメンバーとも関係が悪化する。復帰後にリリースした。 太陽の破片がヒット、フジテレビ系列の夜のヒットスタジオに最初で最後のテレビ出演を行い、東京ドームにて復活ライブを行うが、同時期に制作していたアルバム街路樹は発売延期を繰り返し、シングル各の完成度を含め満足のいく活動からはほど遠かった。一方プライベートでは一般人の女性と結婚、長男が生まれ、 新たな価値観を見出した小崎は1990年、レコード会社を古巣の CBS ソニーに復帰2枚組アルバム誕生をリリースし、オリコン1位を記録。さらに、個人事務所、アイソトープを設立し、翌年には大規模ツアーを行うなど、小崎は完全復活を遂げる。しかし同時に、事務所やマスコミへの再疑心はやむことはなく、 尊敬する浜田翔吾の個人事務所であるロードスカイも短期間で契約を解除した。個人事務所を立ち上げるも経営面の管理の他にプロモートからライブスケジュール自ら取り仕切らなければならず多忙な日々を送る中で再び精神的に追い詰められた尾崎は自殺を図るなど混迷を深めていった。その後、遺作となる放熱への証の制作に取りかかるが、 1991年末に母親がこう交友関係も狭くなっていき、精神的状況はさらに悪い方向へ向かっていた。20代になってからの尾崎は、かつての自由、反支配といったものとは違い、真実の愛、食材罪といったものを主題にした歌を多く作っていった。1992年4月25日早朝。 当時の尾崎の自宅であるマンションから約500メートル離れた足立区千住河原町の民家の軒先に全裸で傷がらけで倒れていたところを住人に発見された。5時45分頃通報で墨田区内の白髭橋病院に運び込まれる。診察した医師は生命に関わることも考えられるので専門医に見てもらった方がいいと診断したが尾崎は妻と兄と共に 自宅マンションに戻る。しかし、10時頃になって容体が急変、呼吸が止まっているのに気がついた家族が約1時間後の11時9分に、119番通報。日本医科大学附属病院で手当てを受けるも、午後0時6分に死亡した。死因は、排水種。後日、雨の降る、中4月30日東京都文京区の五国寺にて、葬儀、追悼式が行われ、 参列者は四万人近くに、上り、規模は、三空ひばり、吉田茂に匹敵するものとなった。密葬は、日蓮招集にて営まれた。戒名は、証言院佐藤志信、広市豊古寺。墓所は、埼玉県所沢市の狭山湖畔霊園にある。クールで、尖ったイメージのある尾崎だが、プライベートの尾崎は、明るい高青年であった。当時は、ロックバンド、 オゾンでボーカルとして活躍し、尾崎と同じ CBS ソニーに所属していた俳優の坂上忍はインタビューで、尾崎はいつも暗い顔して写真に写ってたけど、プライベートは本当に明るくて、こっちの方がよっぽど暗かったですから、忍ちゃん、とか言って登場してくるぐらいですからねと語っている。別の対談では、坂上は尾崎のファーストアルバムを聴いて、 くどくないと思ったという。坂上は一度だけ尾崎と二人きりで飲む機会があったが、そこで尾崎からもう曲が書けないという本音を聞いた。それでも尾崎が4人の中では最後まで歌い続けるだろうと思ったが、26歳の若さで誰よりも先に亡くなるとは信じられなかったと語っている。2013年12月1日にワウワウで放送された。 尾崎豊デビュー30周年記念日、ザデーで、尾崎の曲のアレンジャーも務めたギタリストの町史幹事は、話を交わすときはいつも純真な青年ってイメージで。だから、初めてライブを見に行ったとき、スイッチが一つ入っちゃう感じに、鳥肌が立ちましたねと述べた。また、レッドウォーリアーズの小川清は、リハーサルの間に、実は尾崎、俺、某、って、曲すごく好きなんだって言ったら、 顔をくしゃくしゃにして、本当って喜んでくれてと語っている。1991年の1991バースツアーのサポートベーシストを務めた渡辺ショゲルは初対面の時にそれまでいろんな仲間から変わってるやつだと散々聞いてたが普段は礼儀正しくて大人しかった。でもステージの上では破壊的で飛ぶわ。 ピアノの上に寝るわでびっくりしましたと述べた。サクソフォンを担当した関聖一郎は服装は派手だけど普通の人で気さくな感じだとパーカッションの里村美和は熊本で僕が佐野元春とやってる時に初めて会ったんだけど真面目で礼儀正しい奴だと思ったと語っている。また、10代の頃は尾崎自身のカリスマ性やイメージを保つために 写真はすべてモノクロームで掲載され、笑顔の写真も自粛された。尾崎のバックバンドはツアーやライブごとに名称やメンバーが異なっている。尾崎の友人の一人としてデビューが同期の吉川工事が挙げられる。二人は1984年8月5日に日比谷野外音楽堂で開催予定だった東京ロックフィーリングフェスティバルで共演しようとしたが、尾崎が前日の アトミックカフェ出演中に足を骨折してしまい、実現しなかった。その後、無期限活動を休止中の1986年1月31日に、ハウンドドッグの日本武道館での公演で吉川と共演している。吉川のほか、岡村康幸、金山和彦、レッドウォーリアーズ、渡辺美里、川上舞子、白井孝子、中村あゆみ、南野陽子、 白竜、村上竜、坂本隆一、米米クラブの石井達也、チェッカーズの藤文也、沢木光太郎、筑紫哲也、元横綱の北東海との交流もあり、大友康平、泉谷茂、キラーカーン、本田康師匠、坂上忍、横山総久、トンネルズの石橋孝明、中山秀行、加藤時子、ミスターチルドレンの桜井和俊、 福山雅春、小高津正なども元の大崎を懐かしむコメントを出している。光源氏としてデビューする以前の大沢みき夫とも、よく夜の六本木で遊んでいた。また、俳優、歌手の高橋克典は、青山学院高等部の一年先輩で、さらにバレーボール全日本女子元代表、ロサンゼルス五輪堂メダリストの中田組は、練馬東中学校の同級生で、一年生の時、 同じクラスメイトだったという。オーディション受賞が同じだった辻人成とはニューヨーク滞在時にも会っており、自身の悩みを相談していた関係であった。小崎の公式ファンクラブはエッジ・オブ・ストリートと呼ばれており、1991年3月に設立された。ファンクラブでは同盟の解放も発行されており、摂氏0度から摂氏3度までは小崎自身が手がけていた。 尾崎の死後も解放は発行されていたが、摂氏57度をもって発行を休止している。ファンクラブは、尾崎の死後も活動を続けていたが、2005年末をもって一旦休止している。公式サイトでは、2006年春以降に新しい形態でスタートする予定と発表されているが、現在は新規入会を受け付けていない。エッジオブストリートという名称については、 解放の相関号であるエッジ・オブ・ストリート・セッシレードにおいて浜田翔吾がロードなら自分はエッジだ。と書かれている。尾崎の死後には様々な特集番組が放送されている。NHK、BS2、BS プレミアムでは尾崎の特集番組が1999年からほぼ毎年放送されている。テレビ、 東京系列富士テレビ系列日本テレビ系列テレビ朝日系列ワウワウスカイパーフェクト部1998年1965万1129から1992万425同じツアー内でもライブ会場によってセットリストは一部異なっていたありがとうございます